はい、自販機食堂、うどんそば自販機がね、2台並ぶようになりました。そしてハンバーガー自販機が、3台並んでます。トースターさんの自販機がね、ちょっと場所が移動してしまったんで、4並びにはなってないですけどもね、このうどんそば自販機、パチンコアスカからね、持ってきたようです。早く稼働するのがね、楽しみです。
ばよー。この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。正月スポット研究所コッシーでした。